水星及び生間物質のサンプルを積んだスターダストのカプセル。2006年1月15日10時10分にユタ州ボンネビルソルトフラッツにあるアメリカ空軍の試験、訓練用地に着陸した。エアロゲルによるスターダストの宇宙人、補足装置スターダストはアメリカ航空宇宙局のディスカバリー計画による宇宙探査機の一つである。 ビルト第二彗星とそのコマの探査を目的として1999年2月7日に打ち上げられ約50億キロメートルを旅して2006年1月15日に地球へ資料を持ち帰った。宇宙人を地球に持ち帰った最初のサンプルリターンミッションである。その後延長ミッションとしてテンペル第一彗星を探査し2011年3月に運用を終了した。 スターダストの軌道。一周目の光転周期は約2年、二周目と三周目は約2.5年。NASA は1996年にスターダストの製造を開始した。1999年2月7日に打ち上げられ、地球の軌道を超える最初の軌道へ投入された。デルタ2ロケットはビルト第二彗星へ直接到達するために、 十分なエネルギーを持っていなかったので、2001年1月に地球によるスイングバイで加速した。2004年1月2日に水星の王の中に入り、コマからの資料を採取して写真を撮影した。スターダストはそれ以外にもいくつかの目標を達成した。2002年11月2日には小惑星、アンネ・フランクに3 3 0 0トルまで接近した。また、 2000年3から5月と2002年7から12月にかけて、スターダストが太陽系の外に起源を持つと思われる、ゴミの粒子の流れとほぼ同じ方向に飛ぶのを利用して、エアロゲル収集機で、生還物質を集めた。この時は収集機の裏側の面を使用した。飼料物質カプセルは、2006年1月15日に、ユタ州のグレートソルトレイク砂漠にある、 ダグウェイ性能試験場の近く、北緯40度21.9分、整形113度31.25分、北緯40.3650度、整形113.52083度、40.3650-113.52083に着陸した。風によって、数マイル流されたが、目標地域内だった。カプセルは、秒速ロメートルという、 人類が作った物体としては、史上最速で地球の大気圏に再突入した。NASA はその速度を、ソルトレークシティからニューヨークまで6分以下で行けるほどと、表現した。大きな火球と衝撃波が、ユタ州西部とネバダ州東部で観測された。カプセルは、収集機及びビルト第二彗星の発見者、パウル・ビルト教授が1997年に書いた。 手紙と共に無事回収された。回収された宇宙人は2009年現在も分析が進められており、これまでに観覧石やグリシンなどが発見されている。2014年8月14日には NASA が分析結果を報告し、太陽系外からのものの可能性がある宇宙人が7個見つかったと発表した。スターダスト本体は、 地球との衝突を避けるためのマニューバーを行った。残りの燃料は2 0ラムを切った。1月29日、次に地球の近くへ戻ってくる2009年1月14日まで、太陽電池と受信機だけを作動させる待機モードに入った。2006年3月19日、スターダスト計画の科学者たちは、2005年にディープインパクトがインパクターを衝突させた。 テンペル第一彗星に探査機を送り込む二次ミッションの可能性について検討していることを発表した。ディープインパクトは衝突によって発生したゴミの影響で彗星表面に形成されたクレーターの鮮明な画像を捉えることができなかったため、この可能性は重要なものである。2007年7月3日、 ニューエクスプロレーションオブテンプル1と名付けられた延長ミッションが承認された。これによって水星核が太陽に接近した後の変化を最初に観測することとなる。ネクストではまたすでに大部分がマッピングされたテンペル第1水星の核の残りの部分のマッピングを行う。このマッピングで表面の物質が液体化分流体のように流動している。 可能性がある場所の画像を捉えることによって、水星核の地質学における主要な問題への手がかりとなるだろう。ネクストでは2011年2月14日にテンペル第1水星をフライバイし、インパクターを衝突させた箇所を含む地点の画像を撮影することに成功した。その結果、テンペル第1水星には、 直径150メートルのクレーターがインパクターによってできていることなどが明らかになった。NASA では1000%の成功と表現している。2011年3月、スターダストは最後のミッションとして残存する推進材をすべて噴射する実験を行った。これにより姿勢制御が不可能となったため、3月24日に最後の通信を行い運用を終了した。 最後の実験の成果は、推進剤の消費量を正しく見積もる技術を開発することに役立てられる。ありがとうございます。